その心だし、必ずや果たしてみせよう。今日12日ですね。なんか当たってきましたね。はい、ということで、信長の野望大シリーズパワーアップキット、信長誕生シナリオの芝秋高編第5話ですね、開始いたします。これぞ我が武、我が力よ。第4話のおさらいなんですけど、恋もかけられちゃいましたね。はい、恋もかけられちゃったんですけど、まあここがね、アシナさん、あと他のところは全部ガードしてくれてるような感じなので、まあそれほど辛くはない包囲網じゃないのかなとは思います。うん、まあほっとらずにしておきます。とりあえず攻め込まれたら、防衛はするかなっていう感じですね。待機する。負けてやるわけにはいかぬ。ではこれ待機しちゃったんで、参る。ここに向かいます。我に続け。でこれを動かしちゃうと、こいつはここに攻め込んでくると思うんで、参る。国境警備ですね。我に続け。はい、お得意の国境警備をしておきます。あとここら辺の部隊でちょこちょここの辺取っていこうかなと思ってます。はい、警備完了ですね。報告いたします。これより表情を行う。あ、民衆が上がるんだ。これ取りたいね。あ、普通に取れる、問題ないですね。じゃあ軍事と、論議もちょっと取っときましょう。これにて表情を終える。民ちゃん入れときます。ゲッチよ。歩兵ですね。お城落としたはずなんで、かしこまりました。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 建築もちょっと やりますか。確かこの辺すごい戦場低いはずなんですよね。2800低いよね。準検場届かない。この辺だったら届くか。こことここぐらいしか届かないね。しょうがない。撤去しよう。かしこまりました。はっ。こんな感じかな。じゃあしょうがない。これ、作っときます。はっ。承知いたしました。じゃあこんな感じで、漁村作れる、作っておきましょう。かしこまりました。であとはこれ使っておきましょうか。この志、必ずや果たしてみせようぞ。あー、結構忠誠度下がっちゃったね。下がった武将が来たってことですね。じゃあ大宴会やっておきましょう。この志、必ずや果たしてみせようぞ。じゃあ手紙配っておきますか。かたじけない、かたじけない。じゃあこんな感じで攻めておきます。あら、手を貸そう。王女まで来た。助太刀いたす。我が領内に敵が迫っております。なるほど、
国境警備だけじゃ、守りきれないか北条から。参る。しょうがない、ちょっと労働しますか。進むぞ。2万8000も出せないでしょ、多分。出せるほど武将が、出せるか。とりあえず、1万あればいい。いけそうだね。からは、解除して、そっか。じゃこんな感じで11800出せるんで。進むのだ。手を打とう。でここに向かわせます。55日かかります。で55日、なので1ヶ月ぐらい籠城すればいいですね。ここは 何日だった。ここは、1、2、3人入れば大丈夫ですね。あ、城も硬そうですね。問題なさそうですね。はい。今は待て。我に続け。で、部分入場させて、1、2、3。ちょっと強そうなこの子まで行けときますか。で、これは解散させて。で、こんだけいれば余裕だと思います。はい。あと、もう一部隊ぐらい出してもいいかな。地表の減りが激しいですよね。出陣するぞ。持つのが兵糧ここまで。出陣するぞ。一応持つみたいですね。はい、じゃあ進めていきます。この城もらい受ける。これどっか突っつけば解散しないかな。出陣するぞ。行くぞ。帰ってくれなさそうですね。ここ出陣するぞ。帰らなさそうですね。はい、行くぞ。出てきてくれるの、ここ、もらいましょう。あ、こっからちょっと散歩しますか。死んでもいいよね、弱そうな武将で。出陣しよう。で、多分ゼロがあるでしょ。こことここら辺、ここがゼロゼロあるでしょ。行こうか。当たらないように、なるべく当たらないように。行こうか。こう行くと当たっちゃうんだ。ここでも当たっちゃうの、23日後に。じゃあちょっとすげえ遠回りで51日かかりますけど、こんな感じでね。出陣しよう。ちょっとこっちの方をね。まあどうでもいいので、この舞台もね、進めていきます。で、ちょ、通常攻撃でちょっと様子見ましょう。多分落とせなさそうですね、小金次郎はね。籠城自動設定で。180日分もいらないよね。こんな兵糧ね。多分、
そんな持たないと思うんだよね。じゃあ120日ぐらいで。この城いただくとしよう。かたじけない。どこ落としたんだ？石塚城、ここ落としたんですね。じゃあ、こっち行きますか。行くとしようか。部分入場して、ちょっと兵増やそう。ちょっと待った。1しかいない、1しかいない。1しかいない。じゃあこんな感じでね、こっち向かわしておきます。あ、織田取ってもよかったね、これ。行くとしようか。まあ いや、佐竹さんの方が絶対有能な部署がいます。報告いたす。ご命令ください。問題なさそうだよね。このまままだいけそうだよね。本当になんかもらえそうな気がしますね。このクルリとね。クルリぐらいはもらえそうな感じしますね。あとこいつは到着するのは26日でしょ。で、32日。5日じゃここから、まだ帰ってこれないんでね。じゃあ行きます。方位83時ですね。方位しまーす。当たっちゃった。まあ、しょうがないですね。当たっちゃったんだったらね。はーい。行方はわかりません。勝てるでしょ。ああ、負けた。となると、これ、無理だね。こいつが来たとしても無理ですね。行こう。で、そこはもう上げちゃう感じで、こっちもらいましょうか。江戸をもらいましょうか。進め。我が領内に敵が迫っております。兵糧はないね。きついね。しょうがない。ここで倒してこっち行くしかないですね。出陣するぞ。じゃあもうこの川越あげちゃいましょう、もう北条さんに。あ、待てよ。北条さんだったらごめんねって言えばいい。いいですよね。こういうのじゃないですもんね。ご命令ください。北条さんにはちょっと、ごめんねって言います。はい。で、北条さんが何ヶ月 ?2 ヶ月ぐらい。北条さん、2ヶ月、許してくれるでしょう、北条さん。うん、許してくれるとは信じます。で、ちょっと兵糧ないんで兵糧買いましょう。ちょっと取引を行いましょう。ありがとうございました。では進めていきます。我に続け。待機する。志果たすな。負けはせぬ。ああ、いろいろ準拳状壊されちゃった。戦場不利だね。ここで準拳場壊してから行く？
3準拳場が壊せれれば、いや、こっちで当たるんだったらすぐ行けるけど、ここって言っても、なんかこっち行こうか。こっちの方が良さそうだね。待機する。ひどい。出てきてくれなかった。これより表情を行う。じゃあ準拳場壊していきます。こんな感じでいいですね。これにて表情を終える。特に欲しいものはないですね。これは、ああ、勝利提案の上昇取っておきましょう。ご命令ください。行こう。あ、でもこのまま行ってもあれか、そんないなさそうだね。援軍が来なければ大丈夫ですね。出陣するぞ。このまま向かわせときます。じゃあここはもう申し訳ない、取られちゃう。でもなんか、あ、そっか、一回戦ってるから兵がちょっと減ってるんですね。強行103日。あー、ここもう持たないわ。ここがね、ぽいぽいにしとく。ぽいにしときますか。1万と1万だもんね。これ無理だもんね。逆にあれかな、1万の舞台で、1万の舞台で、1万このぐらいの舞台で、出陣せよ。手を打ちましょう。ここの準拳場壊しておきますか。出陣せよ。そうすれば有利に戦えるはずなんですよね。ここね、ここは多分準拳場届いてるはずなんですよ。手を打ちましょう。で、ここの準拳場が効いてるから、ここがこうなってるんで、ここを壊せば大丈夫だと思います。で、こっちにも来なさそうなんでね。はい、こんな感じでいきます。で、またなんかあれだね、ゼロのお城が出てきてるね。欲しいね。なんかここら辺貸してくんねえのかな。芝さん貸してくんない。ケチだね。この辺からちょっと、またちょっと散歩に一人歩かせましょう。我に続け、参るぞ。なるべくお城を通らないように、お城を通らないように。ここ来る。こんな感じでちょっとぐるぐるっと3ヶ月の、これで 3ヶ月兵糧持たないってことですね。わかりました。では進めていきます。はぁ、こんだけ払えってこと言ってんのか。11万ちょっと高いよね。これ最高賞しましょう。最高賞、交渉期間50年、最高賞。攻め込め。見えていたことや、すべてな。じゃあそのままこっち行きましょう。我に続け。再交渉してもあれかな、あと57日分しかないで、今ので手打っとけばよかった。
今ので手打っとけばよかったですね。ちょっと判断ミスですね。落ちちゃいますね、これね。報告いたします。先月の収支です。月曜。まず兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。判断ミスですね。とりあえずここ宇都宮さん神殿深めじゃなかったのは気がついたんで、はあとここですね。はここもあここ今神殿やってる最中ですね。はい、じゃあ問題ないですね。行くぞ。進め。しょうがない。この準備場を壊してからこっち向かいましょうか。勝てるでしょ。騙し抜き。で10日ぐらい？15とか？そんなもんですね。それが乱世の制度よ。お味方が討ち死にしました。武将がいないのに死んじゃいましたね。はーい、武将いないのに死んじゃいました。行くぞ。でちょっと準権状壊しましょう。待機せよ。貴様ごとき、我が敵ではない。はい、いっぱい武将入ってきましたね。9人ぐらいかな。部分入場。させてもそんなにあれだね。いないね。まあ、とりあえず部分入場させておきます。3人。3人。あとで小田さんは取り行きましょう。で、ここは、来月ぐらいには、取り返していきます。はい。あと1か。飽きないを始めましょう。いらないですね。報告いたします。いいですね。市場ここだよね。かたじけない。でもね、持ってる武将って忘れちゃうんでね、意味がないんですけどね。壊したっぽいね、準権所ね。壊れたっぽいね。はい、では、これで、お取り返しいきます。手を打ちましょう。こっちから行ったら負けちゃうんで、こっちから行っても負けちゃうね。こんな感じで取り返していきます。遅れを取るな。ぐるっとね、もう回るような感じですね。あ、でもこっからさ、あれじゃない、こっから100人で行けばなんかここに張り付いてくんない。ここから100人行ってますか。ゼロでしょ、部署入らないでしょ、どうせ。もうね、武将がね、少ないと結構厳しいですよね。前回のなんか武将すげえ少なかったんですよね。我に続け！参る！あ、こっち来る。こっち来るんだったらこれでいいんじゃない？我に続け！で、手を。で、こっち行けば早くつけますもんね。ちょっとこれでね、様子見ましょうか。兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。で、様子見ます。我に続け。
この城もらい受ける。そうですね、取り返せましたよね。なのでこれは行くぞ。こう行けば早い。出陣せよ。で、こいつは入場させます。部分入場で、でこいつは5日でしょ。うん、5日間ここで籠城してもらえれば勝てます、勝てます。はい。で、じゃあもうこれ、講和しましょう。講和、講和。武田さん、講和。は。真田さんちのところね、海野さん。は。講和。謙信さんのところね、長奥さん。講和。ここも、講和。は。ここら辺も講和。は。沼田さんどうだろう、行ってないよね多分ね。沼田さん行ってない。とりあえず山内さん、はこうは、アシナさんもこうはし、アシナさん攻めてたっけ。アシナさん攻めてるね。こうはしちゃダメですね。はい、まあ、とりあえずこのぐらい壊しとけばいいかな。小田さん今行ってないね。小田さん行く？行こうか。12000字出して行ってみようか。あ、いかんすか、あれ、やめよう。小田さん講和しましょう。こうしよう、講和。はで。ここは今落としてるんで問題ないですね。じゃあ進めていきます。あ、皇居を逃してまでとかって、もう向上する気なかったみたいですね。30日もかけるね。勝てるでしょ。我らに勝とう。10年早いわ。そうです。10年でも20年でも早いと思いますよ。はい、ということで、これでだいぶ落ち着いたのかな。行くぞ。行きたかった。はい、ちょっと玉縄ちょっと狙ってみますか。進め。どうせなら、ゼロだよねまだね。行くとしましょう。あ、24かかるのか。進め。どうだろうね。さっきここで倒しちゃったからね。帰ってきちゃうねこれね。はい。もらい受ける。かたじけないことです。はい、ではアシナさん、最後の1個の城をもらいましょう。はあ、戦場は1260、ちっちゃいね。進め。これ倒せないかもしれないですね。はい、倒せなかったら壊しましょうね。はい、ではね、進めます。報告いたします。ということで、結構ね、時間長引いてしまったので、これね、表情終わったら終了したいなと思います。お任せよ。これにて表情を終える。この騎馬隊のやつ、ちょっと取っておきましょう。で、次が、あれですね。軍事と農業を進めていけばいいんですね。ご命令ください。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。